山の神は、鈴木目カジカカに属する魚の一種。アユカけと、同じく、甲賀海有の生活史を持つ中型カジカ類の一種で、ある。東アジアに分布するが、日本での分布は、九州の有明海北部と、その流入河川に限られる。山の神一種で山の神族を構成する。川口付近に作られた石により、稚魚の素上が阻害され、 生息数が減少している。標準和名、山の神は、福岡県筑後地方での呼び名にちなみ、他の地方名として、山神川神、タチャ感情などがある。山の神、川の神、神感情など、独特の外見や生活史から山の神信仰などとの関連付けが伺える。山の神の剥製。国立科学博物館の展示。 制御は全長15センチメートルほど。体の前半部は縦平たするが、後半部は円筒型でオに向かって細くなる。体に比して頭部が大きく、頬からエラ蓋にかけてが最も横幅がある。頭は角張ってゴツゴツしており、正面から見ると横長の六角形に近い。口は大きく、上顎の方が下顎よりも前へ出る。 両目は頭部の上に少し突き出ていて、両目の間は幅広くくぼむ。全災害骨に鈍いト棘が並ぶ。各ひれも体に比して大きい。皮膚に鱗はないが下流が密布のしており、細かい鱗に覆われているような印象になる。体色は褐色や灰色で、ハンテニア、クラジョハンがある。また、産卵器の制御はオスメストも災害かと。 尻尾びれ部が赤くなる。主な分布域は、航海、渤海、東、シナ海に面した中国東岸、朝鮮半島南部だが、九州の有明海にも分布する。有明海では、長崎県、佐賀県、福岡県にまたがる奥部沿岸に分布しており、湾口部の島原半島や熊本県域では稀である。低制御で、基本的には、単独生活をする。 春から秋にかけては、河川の淡水域で生活するが、川を遡る力は弱く、石などがあるとその下に止まる。夜に活動し、魚類、水生昆虫、甲殻類などを捕食する。山の神は主に淡水で生活しているが、海に下って産卵し、海である、程度成長して、川に遡る、生活史を持つ。これは、うなぎ類や同じ。 カジカカのアユカケリオプレゼブカジカと同様の生活様式で高画海遊と呼ばれる。11から12月に水温が7摂取8度になると成長した山の神は川を下って海に入る。1から3月に川口付近のカキやタイラギなど大型2枚以外の四角内に乱海を生む。他に竹筒や空き缶などを 産卵機質として利用した例も報告されている。卵は直径2.0から2 2ート大橙色の粘着沈静卵である。産卵後は、オスがメスを追い払い、孵化するまでは、オスが、卵塊のそばに泊まって保護する。長寒体の浅いところで産卵するものもいて、これらは、干潮時には、海水のない干潟に間出することになる。しかし本種は、 新魚、受精卵とも数時間の間質や塩分濃度の変化に耐えることができるので、この状況下でもオスは貝殻内にこもり、卵海を守り続ける。孵化した死魚は川口付近でしばらく浮遊生活をし、プランクトンなど小動物を捕食しながら成長する。3から5月に全長3センチメートルくらいまで成長した稚魚は川を遡る。 稚魚はその後急速に成長し、その年の11から12月には、全長15センチメートルに達し成熟する。寿命は1年で、産卵後には、オスメスとも死んでしまうが、飼育下では2年生きた例、さらに2年連続で繁殖した例もある。日本では特に利用しないが、中国では、食用とされる。小説、三国志演義』に登場する、松江鈴魚は、 本種のことで、高級食材の一つにも挙げられている。古くから、松江鈴木業4、エラ鈴木として、詩文などにも歌われて有名である。有明海では、石建設など、河川改修による、疎上疎外、川や海の汚染などで、生息数が減少し、さらに、諫早湾管拓事業により、諫早湾オーブの生息地が大きく失われた。 環境省が作成した環境省をレッドリストでは1991年版で気球種1999年版で絶滅危惧ル類だったが絶滅の危険が高くなったとの判断で2007年版から絶滅危惧 AB 類となった中国でも個体数の減少が著しく国家に90点保護野生動物に指定されているありがとうございます